マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。一日も早く痩せたいな。でも、毎日こんなに忙しくって、ついついコンビニ弁当や外食などで太る一方、自炊する時間が全然ない、なんてことないですか？そこでこの動画では、毎日忙しくても簡単にできるダイエット飯のレシピがわかるんです。もしあなたが簡単に作れて、そして美味しく食べながら健康的で綺麗に痩せたいなってお考えでしたらぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。マイナス10キロ痩せるダイエット飯お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイントと2つ目、簡単にできちゃうダイエット飯のレシピをお話します。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのかって、そのね、痩せるポイント3つあります。1つ目はこちら、あなたの腸内環境がめちゃくちゃ整うからなんですね。簡単にお伝えすると、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちの状態がすごく良くなる。種類も増えて整って、いつまでもあなたの腸内に住み着いてくれるような環境を作るきっかけとなるレシピになります。そして2つ目、栄養バランスがとってもいいんですね。痩せたいなら栄養です。栄養が取れていないと、そもそも痩せるホルモンの材料が作れませんね。ですから痩せたいならしっかりと栄養をとって美味しく食べることが大前提です。そして3つ目、低糖質のレシピなんですね。もうこれはとっても大事ですね。もう一生懸命食事コントロールしようとする方とっても多いです。ところがですね、やっぱり待ってるのはリバウンドっていう方も非常に多い。なぜかというと、前提がですね、この腸内環境が整っていないのに頑張ってらっしゃる方、もしくは量だけコントロールするんだけれども糖質がめちゃくちゃ含まれているものを好んで食べてる方、例えば炭水化物の塊、白いお米とか白いパンとかうどんとかパスタとか、そういった麺類系ですね。そういったのはもう糖質の塊ですから、いかにそこを痩せる食材に置き換えることができるかできないかで全然ダイエットの効果が変わってくるんですね。ではここから2つ目の項目です。もう忙しいあなたでも大丈夫、簡単に作れちゃう痩せるダイエット飯のレシピですね、お話ししていきます。その前に材料が持つダイエットの効果をお伝えした後に、材料、作り方、痩せる食べ方、注意点の順番でお伝えします。まず麺をご紹介しますね。これはオートミールを使った簡単なレシピになります。で、オートミールとは何ぞやということで、これはね、オーツ麦のことです。で、オーツ麦はもうとにかくあなたの腸内環境を整えてくれる、この食物繊維がめちゃくちゃ豊富に入っています。しかも先ほど項目1でお伝えした太るもと、血糖値の急上昇を抑えてくれる、低 GI 食品といって、緩やかに血糖値が上昇するので、糖質を取ったとしても急にね、そこは急上昇せずにですね、脂肪を溜め込みにくくしてくれる食材になります。そしてタンパク質も豊富、そしてなんと栄養がいっぱい、ビタミンやミネラルですよね。白米よりも低カロリーですから、ぜひ主食のお米をこういったオートミール、オーツ麦に置き換えるだけで、あなたはこんなにもダイエット効果を得ることができるんですよ。はい、そしてここからさらにオートミールの痩せ効果数字で見てみましょうね。オートミール 30g、大体1食分の量ですが、白米と比べてなんとカロリーが半分以下ですよね。これすごいことですよ。結局白米を今まで食べていたそのカロリーと比べたら、オートミールはもう2倍も食べれちゃうってことですね。ただしここは2倍食べるのではなくって、半分のカロリーの 30g に抑えましょう。そして次、糖質は3分の1程度に抑えることができます。これも強い味方ですね。ですから白米よりもオートミールです。そんなダイエット効果の高いオートミールの選び方、ポイント、注意点、ちょっとこのタイミングでお伝えしますね。オートミールいろいろありますが、農薬たっぷりはダメですよ。余計内臓、特に胃や腸、肝臓に負担をかけてしまいますから、選ぶのはやめましょうね。ではどうすればよいか、こちら有機栽培またはオーガニックという表示があるオートミールを選べば大丈夫です。そして2種類主にあるんですね。ロールドオーツタイプとクイックオーツタイプ。例えば今回のレシピみたいに
ご飯の代わりとして食べたいなっていう方はやっぱり歯ごたえとか食べ応えって欲しいですよね。満腹感とかそういった方は砕いてない前そのままのオーツ麦が残ったままのロールドオーツと書いてあるタイプを選んでみてください。食べ応えがあってこうまさにねお米の代わりという感覚で美味しく食べることができます。で逆に私別の動画でもお伝えしてるんですけどもデザート感覚でこのロールドオーツタイプじゃなくてですねデザート感覚はこのクイックオーツタイプ要は砕いてあるタイプですねはデザート向きです。例えばオーバーナイトオーツって呼ばれるヨーグルトに一晩つけておくとかですね豆乳をかけてフルーツを入れて食べるとかそういった時はやっぱりゴロッとあるよりもこういった砕いたクイックオーツタイプのオートミールがとってもおすすめです。ではここからいよいよ美味しいダイエット飯の材料と作り方に移っていきます。まずこちら腸活キムチ飯と言います。もうこれ私ね時間ない時とか本当にもうこれだけ食べて終わりっていう時もあるぐらいめちゃくちゃおすすめです。材料1人分です。オートミール、私はこの時はあのロールドオーツのゴロッとね砕いていないものを使ってます。まあ、お好みでいいですよ。は 30g、 あとしめじなどのまあキノコ類ですねが 40g、 白菜のキムチこれも無添加でお願いします 50g、 あとこちらも無添加の鶏ガラのスープの素を小さじ1、そして味付けは塩麹を小さじ1/2準備してください。そこに卵1個とお水が 180cc 以上の材料になります。ではここから作り方です。1. 耐熱容器に水と無添加の鶏ガラスープの素そして塩麹をさっと入れてね手早く混ぜましょう。そして2. 先ほどの1にオートミールを先に入れて混ぜたらふんわりと上から最後にしめじを乗せてラップをかけて 600W の電子レンジで1分半レンチンします。3つ目です。今お伝えした2に最後にキムチと溶き卵を入れましょう。そして4つ目最後の工程は再度ふんわりとラップをかけましたら同じように 600W の電子レンジで1分半加熱したらもう出来上がりです。さあいかがでしたか。今の工程をね例えば火にかけてお鍋で作るっていうのもありですがもう忙しいですよね。そんな時に電子レンジでレンチン簡単にできるこのレシピぜひお忙しい日々腸活メニューイコールダイエットメニューにお役立ていただければなと思います。くれぐれもこれをねあの冷やした冷や飯で食べるとかダメですよ。あの冷えてしまいますしやっぱり白米よりもオートミールというところがポイントでしたね。しかもとにかく痩せたければお体を冷やさないことです。まあ、イコール冷たいものを飲んだり食べたりしないこと、もうそれがダイエットの近道、成功の近道となりますから、ぜひね日頃からお腹周りとかね首というつく場所、首手首足首などは冷やさないようにしてあげてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントなどもご感想いただけますと、とっても励みになっております。お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。